セフレはどっちかに気持ちが入ったら終わりって聞いたことがあるけど、理解ができなかった。あなたに会うまでは。俺のこと好きにならないでね。何言ってるの？好きになるわけないじゃんって思ってた。彼はバイト先の同期で、二人で飲んだ後、私が潰れてホテルに行ったところから始まった。大抵バイトのメンバーで飲んだ後、私から LINE をして再集合する。体の相性が良かったし、一緒にいて楽しいから、初めはいいセフレを見つけたなと思ってた。今日の匂いいいね。ミステリアスな感じで。昨日の服可愛かったよ。でも今日のはクールな感じでかっこいい。色白だから寒色系のネイルが似合うね。彼は私が髪を切ったり、ネイルや香水を変えたりすると気づいてこっそり褒めてくれた。車道側は絶対歩かせないし、ドアとかエレベーターとか開けて待ってくれる。階段は絶対先に登らせる。大丈夫？顔色悪いよ。わかる。ちょっと貧血で。わかるに決まってんじゃん。ほら、荷物貸しな。細かいことだけど、あげたらキリがないくらい。女の子がされて嬉しいことを総なめしてくる。気づいたら私は完全に沼に落ちていた。セフレを守らないと、と必死に気持ちを抑えようとした。けど無理だった。私はとってもわかりやすいタイプだから、好きなのがすぐ彼にバレた。はあ、これで関係も終わりだって思った。でも彼は今まで以上に私に連絡をくれるようになった。見て、めっちゃでっかい猫いた。本当だ、かわいい。めっちゃ酔ってる。電話していい？めんどくさいな、もう。日曜空いてる？池袋で映画見ない？空いてる。行く。じゃあ西口集合ね。ちょっとしたことで DM や LINE が来たし、だるがらみの電話も、朝まで電話をすることもあった。バイト以外では会わなかったのに、普通に待ち合わせてバイト以外でも会うようにもなった。もしかして可能性あるかも。そんな期待をし始めた頃のことだった。今日の香水めっちゃいい匂いだね。前髪も作ったでしょ。かわいい。いつも通りバイトのメンバーで集まっていたら、彼が他の女の子にちょっかいを出し始めた。そして彼がそのこと知らないうちに消えた。私は訳が分からなくなって、泣きながら彼に何度も電話をした。もう解散して電車乗ってるよ。嘘。電車の音なんて1ミリもしてないし。もう家着いたよ。飼い猫の写真が送られてくる。そんなのフォルダにあるやつを送ってきただけでしょ。でも私は彼女じゃない。セフレだから文句を言う筋合いなんてない。そう思ったらもう何も言えなかった。それから彼の音信は途絶えて、私は過呼吸になるほど泣いた。全く眠れなかった。別に付き合ってないから、浮気じゃないけど、浮気された気分だった。今考えたら、うぬぼれてて自分が気持ち悪い。ちゃんと家に帰ったよ。翌朝、彼からの返信。私の時も他の子にそうやって隠してたよね。バレそうになった時、俺はもう別の駅にいるって偽装工作してたじゃん。全部私と会うためにしてくれてたことだけど、
ックスのうまいって知ってるから。心配かけるようなことしてごめん。でも本当にホテルに行ってないし、家に帰ったよ。夜、電話越しに彼からすごくたくさん謝られた。でも私に謝る必要ある？私、ただのセフレだし。だって付き合う気ないでしょ。俺ら付き合うとかじゃないもんね。そうだね。バイト卒業するまでかな。昔の会話が蘇る。あのね、もうしんどい。だからこんな関係やめにしたい。いろいろ考えながら電話をしていたら、自分でもびっくりする言葉が出た。え、なんだよ急に。彼女でもないのに、あなたのこと考えて、嫉妬して、泣きわめいて、しんどいの。俺は全然嫌じゃないよ。私が嫌なの。でもこういう関係がいいって君も。やっぱり良くないの。わかった。もうやめよう。彼の返事でもう取り返しがつかなくなった。今までありがとう。楽しかった。ごめんね。俺も悲しませてごめんね。楽しかったよ。付き合ってもないのにそう言い合って別れて、なんだか笑えてきた。電話を切った後、本当に本当にたくさん泣いた。私、彼のことすごく好きだったんだなって。都合のいい女をもう少し続けて彼のそばにいたかった。でも私はルールを破った。彼には来週もバイトで会う。彼に借りた彼の匂いがするこのマフラーも返さなきゃ。彼の匂いがだんだん薄れていくのが悲しい。そんなこと思ってるってことは、まだまだ全然未練があるんだろうな。セフレはどっちかに気持ちが入ったら終わり。この言葉はこういうことなんだってよくわかった。